カワイアンリに有罪判決。本日、東京地裁にて、2019年の参院選のカワイアンリ被告の公職選挙法違反、買収などの容疑について、懲役1年4ヶ月、執行猶予5年の有罪判決が言い渡されました。この判決、検察が主張していた容疑のうち、 広島県江田島市議への現金提供については無罪となっており、河谷屋被告は、主張のうち一部しか受け入れられず大変遺憾だ。判決内容を精査し、今後の対応を検討するとコメントを出しました。また、検察側は、主張が一部認められなかったことは遺憾だ。 判決内容を検討し、適切に対処したいと表明しておりますが、この有罪判決を受け、菅首相は、政治家は一人一人国民の負託を受けて、国民から疑念を抱かれないように、襟を正して活動していくことが大事だと批判いたしました。また、自民党の岸田前政調会長は、大変厳しい判決が出た。 自民党に所属し広島に関わる人間としても大変残念だし遺憾だどう三好塚は自分で考えてほしい自民党本部から1億5000万円の資金提供は法律には触れないと承知しているが党内の公平性という観点から問題する向きもある党の選挙への姿勢ということで一石を投じた課題だったと批判いたしました。 この河井被告夫妻の買収事件については、まあ、現状、有罪判決が出ており、まあ、今後もこの有罪判決が維持されるものと思われますので、河井案里被告には、判決が確定する前であっても、 潔く責任を取っていただき、今後も政治家として活動したいと考えておられるのであれば、国民が納得できる形で責任を取っていただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。